損しないでほしいのは特にこっちの人です。まんぷく、お金に苦しんどー。はい、今回は音楽家も一月最大10万円の経産省の月次支援金ですね。これで締め切りが8月31日もう直前ですね。もらい損ねないでくださいよというお話になっております。本日のお話こちら、経産省の月次支援金6月分の締め切りが8月31日なんですね。もうすぐですね。申請し忘れちゃうと一月分10万円の損かと思いきや、それだけじゃ済まないかもという人もいますので、ご注意をしてくださいというお話になります。で、本日のこの動画の内容についてなんですが、クリアな質問とか相談したいんだよーという方とか、それからレジュメ PDF が欲しいんだよーという方がいらっしゃいましたら、音楽の無料 LINE アドというところで対応しております。下の方にリンクが貼ってありますので、そちらの方から行ってみてください。もうちょっとね、最後にちゃんとしたご案内しますけど、まずは本編入りましょう。こちらね、6月分は8月31日が締め切りだよということで、6月分というのは月次支援金の6月分の10万円、マックス10万円ですね。個人だったら、法人だったら20万円。これの受付期間が、実は2021年7月1日から8月31日の2月期間で、8月31日にもう迫っているよと。で、この動画はですね、2021年の8月の28日の18時に配信する予定ですので、あと3日間あるかなって。だから今、ちょっとごめんなさい。見たけど、もう過ぎてんじゃんってことは、ほんとごめんね。次、7月分、8月分気をつけてください。はい。というわけなんですね。こんな風になってます。で、これ、厳密な締め切り、8月31日でいつなんだっていうところで言いますと、ここをしっかり案内しておきます。2021年の8月31日の23時59分59秒までに、オンライン申請のクリックをしておけば大丈夫ということになります。だから8月31日の23時59分59秒から1秒過ぎると9月1日に日付変わりますよね。そこになってなければいいよということでございます。まだ間に合う人もしかしたらいるんじゃないですか。今8月31日の23時半ぐらいなんですけど、あと30分あんのみたいな。簡単申請の方でしたら10分あったらいけると思うんです。ちょっとのワンチャンやってみてください。はい。こんなご案内でございます。で、もう一つ気をつけてほしいことは、もし申請し忘れちゃった場合にあなたが損をするのは、月次支援金一月あたりの10万円マックスだけじゃないかもというお話になります。どういうことか。こういうことです。例えばです。東京都の方の場合だと、月次支援給付金っていう東京都の独自の制度があるんですね。こんなのがあるんですけど、私東京都じゃないんでって方も、同じような都道府県のもありますので、ちょっと聞いてみてください。こんな話になります。で、東京都の場合だと、実はですね、この国の支援金、まあ、50% 以上の売上減収の人対象でしたね。この同じ条件の人に対して、これ、上乗せって言うんですけど、例えば個人の音楽家さんだったら、1月あたり 2.5 万円上乗せしますよとか、それから横出しって言うんですけど、50% 以上は売上減少してないんだ、私 45% なんだ、30% なんだっていう方は、国のはもらえないんだけれども、じゃあそれは東京都の方で独自に支給しましょう。横出し型と言います。この場合だと月額5万円、だこっちの国の支援金はもともともらえないので、じゃあ都の方で5万円支給しましょうって、こういう個人の音楽家さんだったら一月あたり5万円という、こういう横出しっていうのがあるんです。上乗せと横出しっていうのもあるんですけれども、損しないでほしいのは特にこっちの人です。上乗せ型どういうことか。実は上乗せ型にはこんな条件があるんです。東京都の場合ですよ。だけど他の都道府県の場合もだいたい似たような条件のとこ多いので、気をつけてみてください。確認してみてくださいね。都の方で重要なお知らせってありまして、ここにいろいろ書いてあるんですが、まあまあまあ要約すると、東京都の上乗せの希望者に関しては対象月について、だから6月とか7月とか8月について都の6月分が欲しいんだったら、国の月次支援金の6月の給付が必須ですよと。都の7月分が欲しいんだったら、国の7月分の月次支援金の給付も必要ですよと。こういうことです。どういうことか。8月31日までの6月分申請を今回もしし忘れちゃったとか諦めちゃったとかってなりますと、国の10万円、まあマックスですね、だけじゃなくて、例えば東京都の人だったら 2.5 万円の上乗せも含めて12万5千円の損になっちゃう可能性がありますよということです。ね。というわけで、8月31日までにね、この動画を見てくれた方、今が22時半かもしれません。23時半かもしれませんけれども、この方はぜひ23時59分までにやってみて、やってみて、今ならいけると思うね。で、ちなみにですけれども、月次支援金の6月分が初申請になる方に関しては、事前確認っていうのが必要だと思います。で、これに関しては8月26日までですので、ここに関しては一応ご案内しておきますね。
ただですね、これも何とも言えないです。8月26日までというふうにホームページに書いてありますので、基本的にはこうだと思うんですけれども、事前確認期間というのは7月分、8月分、9月分ってずっと続きますから、いつでも一応受付はオープンしてるんですね。なので、ここ、もし今8月29日とか30日にこの動画を見て、事前確認やってなかったよ、私、俺、っていう方も、ワンチャン、ダメ元で、登録確認期間に、すいません、6月分の事前確認忘れてたんですけど、今日できませんか、29日なんですけど、ちょっと言ってみてください。で、別にダメでも罰則とかペナルティないんで、ちょっと、試しにやってみてください。はい。で、こういうチャレンジャー精神も、クレッシェンド力にはすごい大切ですので、やってみてください。あとですね、あなたもそうなんですけども、心配なお友達とかっていませんか？こういうのちょっと、あ、いけない、忘れてたって、意外にコンサートとかレッスンとか忙しかったのよ、みたいな方がね、もし行ったら、ねえねえ、ちょっとあんた、クリさんの動画で言ってたけど、8月31日まで、らしいよ、締め切りらしいよ、6月分が、っていうことを、大丈夫、忘れてない、諦めてないって、あんたも対象じゃないって、ぜひね、こういうシェアとかしてあげて、教えてあげてほしいなというふうに思います。はい、というわけでね、緊急事態とかマンボウの延長など本当にまあ先は見えないですね。いつまで続くのやらってことなんですけど、それはそれそれとして、とにかく今は我々は本当に生き残ることが、いろんな手を打って、ああいう補助金、こういう助成金、こういう協力金、こういう支援金もらって、なんとしてでも生き延びようじゃありませんかね。あなたのお金にクレッシェンド力、ずーっと見てくださってる方は、そのずーっと見てくださってる分、そして本日初めて見てくださった方は、この数分分だけでもクレッシェンド力上がってると思いますので、そのあなたの上がってるクレッシェンド力を信じて、俺は信じてますよね、一緒にこれからもこういう情報いっぱい出しますので、やっていきたいなというふうに思っております。はい、というわけでね、最後にこちらでございます。この動画のパワーポイントのレジュメ PDF とか LINE とかで質問相談がしたいよという方をお待たせいたしました。本格の LINE アット、無料 LINE アットのご案内をいたします。下の方にですね、リンクが貼ってありますので、そちらの方から入っていただいて、レジュメの PDF が欲しい方はレジュメちょうだいと言っていただければ、今日のレジュメも含めまして、過去の動画300本ぐらいかな、入っている Google ドライブのリンクをお送りしております。そして、質問や相談がある方はそのままチャットで打ってください。直接 LINE アットの方に栗原が直接この目で見まして、この目で直接質問に対して、相談に対して返信返答をしております。で、ありがたいことにものすごくたくさんいただくんですね。本当にありがとうございます。で、一人でやってるんで、ちょっと何日かお待たせしちゃうこともあります。それでもいいよと、何日か待つよ栗さんよという方はですね、遠慮なく質問相談をお寄せください。最後に2つだけお願いいですか。こちら、チャンネル登録っていうのがありまして、YouTube のチャンネルと、この辺に今出てるんじゃないかと思うんですけど、はい、そちらでございますね。ありがとうございます。で、もう一つはですね、高評価っていうのは今度下の方なんですよ。すいません、上とか下とか。下の方に、こういうなんか、いいね、グッドみたいなマークがあると、それを押していただくと、ものすごい嬉しい。テンション上がり。ありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。はい。というわけでまた他の動画でお会いしましょう。